こんにちは、ほのかです。本日は腰の前後と左右のアイソレーションについてゆっくりと解説していきたいと思います。それでは早速レッスンスタート。まずは両足を肩幅に開いて膝を少し曲げます。最初は前と後ろの動きです。腰を前に出すというよりも斜め上にこうクイッと持ち上げるイメージで動かします。頭の高さは変えないで腰から下だけを動かしましょう。それではカウントでやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ツー、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。次は横です。腰を右と左に動かしていきます。イメージとしては腰を U の字に書く感じでウエストをキュッキュッと縮めていきます。こう腰を横にした時にお腹にシワがいく感じです。この時も頭の高さは変わらないように注意してください。それではカウントでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ツー、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。最後は前、右、後ろ、左、この4点を通って回していきます。前、右、後ろ、左、反対も前、左、後ろ、右。ポイントは腰とお尻で綺麗な円を描くイメージです。ではカウントでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ツー、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ツー、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。それでは音楽に合わせてやっていきましょう。皆さんいかがだったでしょうか。これでアイソレーションは以上になります。他の3つもゆっくりと解説している動画があるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。毎日1日1分でも練習することが大切やし、だんだんと目に見えてダンスが上手くなるのがわかると思うので、ぜひぜひ皆さん一緒に練習頑張りましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。またねー。